塾女組の瀬戸恵子です。今日はですね、今まで書き溜めていた文章を、アウトプットしようと思って、コピーをしてきました。結構暑いのもあったりするので、とりあえず今日は2021年12月25日なんですけども、今年中、今日明日明後日、ビジネスホテルにおりますので、この間動画のアップロードが早いんですね。その間にやっていきたいと思います。とりあえず熱いやつは2回か3回に分けて話ししないといけないと思うので、今日はとりあえず第1弾目、薄いのでいきましょう。あれ、これ他にもあった気がしたけど、これか、これだ。あ、いっぱいありました。48枚あったんですよ。はい、簡単なのからいきたいと思います。で、そうだそうだ、あ、でも簡単いけそうかな、なんとなく覚えてるから、だいたい15分ぐらいで完結しようと思っています。では第1弾、見極め力。見極め力、それは経験からしか生まれない産物。幸せとは時間をかけて想像していくものです。幸せと嘘、偽り、ごまかしは反比例する真逆の関係です。自分自身がたとえ仕事、お金のためだとしても、誠実ではない行為、行動を日頃当たり前のように行っているとどうなるか。1、他者のことを信じることはできなくなります。人は自分の心のフィルターを通してでしか自分が生きる世界を映し出しませんから、自分の行動をよく知っているが上、相手も同じだと思うのです。2、自分のことも信じられなくなります。嘘、偽り、ごまかし、いい加減、この場合は良い加減ではない方のいい加減な言動は、自分自身の良心がちゃんと感知しているのです。だから自分のことも信じられなくなります。これは生まれて初めて嘘をついた時のことを思い出せばご理解いただけるでしょう。心のどこかが罪悪感として痛みませんでしたか？けれど2度3度と嘘をつくたび、罪悪感は表面的には麻痺して感じなくなっていきます。しかしそれはあくまでも表面的です。私たちが自分で自覚している意識のことを顕在意識と言いますが、意識していない世界もあるのです。それは潜在意識と呼ばれ、実はほとんどの行為行動は意識されていない無意識の潜在意識によるものなのです。潜在って選択の潜在じゃないですからね。潜在、沈むあるって書くんですね。ちょっとあれですけど見えるかな。潜在意識、はい、心のね、深いところにある意識ですね。潜在意識と言います。はい、それは潜在意識と呼ばれ、実はほとんどの行為行動は意識されていない無意識の潜在意識によるものなのです。ですから嘘、偽り、ごまかしの行為、これらを総称して誠実ではない行為をすれば、無意識レベルでちゃんとそれらが貯蓄されていきます。そしてそれが無意識の中に罪悪感となってたまり、無意識の中に自己嫌悪になっていきます。無意識のうちに自己嫌悪になっていきます。さらに進むと当然悪化し、
自らを卑下するようになり、自尊心の欠落まで到達します。自分を慈しむこと、愛することは全くできなくなります。それが病気や事故および各種トラブルを引き寄せる大きな原因となるのです。病気や事故、大きなトラブルによってこの仕組みに気づく人もおりますが、なかなか自分の悪性を、悪いところを認めることは難しいものなのです。はい、ということですが、何枚かタイトルがある。これね、テーブルの高さがここしかないので、ちょっとなんか隠れていってる感じですね。はい、結局嘘偽りごまかし、どんななんていうのかな、相手のことを思って嘘をつく、嘘も方便とか言いますけど、それをねやってるとね、嘘がね麻痺しちゃうんですよ。なので嘘偽りごまかし、だから全部本当のことを言わなければいいかなって、なんかなんていうのかな、でも基本的に嘘偽りごまかしはもう幸せを遠ざけます。で、全部本当のことを言わずに、でも本当のことを言うとかだったらまだいいかな。で、一番いいのは嘘を偽りごまかしやってると、この人にはこういうふうに言った、この人にはこういうふうに言った、大体詐欺師の人もそうなんですけど、頭あんまり良くないんですよね。だからボロが出ちゃうボロボロとなんか入ってきた、ね、なので基本的にはなんていうのかな、嘘は言わないこと、なんていうのかな、例えがねちょっと難しいですけども、例えば駅に行くとね、でも駅には行くわけよ、本当だから。でもその行き方を、本当だったら右が回りで行くところを、だからそういちいち丁寧に言わないで駅に行くだけ言えばいいじゃない、本当は B 周りから行きたいんだけど、それを言うとちょっと問題があるかなと思うから A から行くとか言っちゃったら嘘じゃないです か、 だからその場合はそんな行き方を言わずに駅に行くって言えばいいじゃないっていう分、そんな感じでなるべく嘘偽りごまかしは言わない方が、私それに気づいたのが40ぐらいなんですけど、まず言わないですね嘘偽りごまかし、嘘ついたことがない人はいないと思うんです。ただ結局成長するってことは学んでやめていく、要は悪性をやめていく。でね、みんなね、例えば病気もあるのが普通でしょとか、嘘なんてみんなも言うでしょとか、だからみんなが言うから自分が例えば言うとするでしょ。そうするとだって信じれないじゃない、みんなが嘘だと思うわけだから。でさっきの一番最初のフィルターの話だと、自分の考えの中でしか人は考えれないから、そういう例えば自分が誠実だったら誠実に聞けるわけですよ、相手のことも。でも自分が嘘偽りごまかしをしてるから、相手が言うこともそうだなと思うわけ、わかりやすく言うと。でじゃあどうしようかな、まあいろんな例えが、一番今のところわかりやすいパンと浮かんだのは、私ね、携帯を、スマホをAndroid とiPhone ね、 iPhone は最近持ったんですよ。どうしても動画の編集とかがいいっていうからね。結局でも iPhone って私監視ツールだってわかってるから、でもやっぱり2つ使うと比較できるわけですよ。ただ会話、私電磁波が強いからガラホなんですね。でつまり携帯関係を3台持ってるわけです。でもそれを別に3台持ってるんだと思う人もいれば、3台持ってるから怪しいっていう人がいるんですよ。でこの間私もなんで怪しいのか分かんないなと思って、であるFacebook のフレンドの方とリアルでお会いしたんですね。その時に話した時に、なんかね、悪いことする人ってね、そのスマホとかそう携帯をなんていうの、捨てるように持ってるらしいので、なんかあったらもう捨てちゃうんだって、顔に投げちゃったりとか。だからそうやって、だから3台持ってて、ああ怪しいなっていう人っていうのは、自分が怪しい、もしくは怪しい世界にいるからそういう考えなんですよ。わかります？全然だから、なんで怪しいのか分かんないよねって
言ったら、その彼女が知ってたのは警察で、そうそうそういうのがあって、なんかあの なんかそんな話になって、あそうなのねと。っていうことは、それを言った人っていうのは怪しいか、もしくは怪しい世界にいる人なんだなっていうことなの。全部ね、自分が言う言葉っていうのはその人の世界観を表すんですよ。ね、例えば引っ越し71回でしょ。そうすると「71回なんだ」っていう人もいれば、怪しい、逃げ回ってるっていう人もいるわけよ。なので解釈の仕方っていうのはあくまでもその人の生きてる世界を表すから、騙されるって、ね、言うのはね、最初に人と会った時にひいき目で見てるわけよ。特にフェイスブックとかの人、あの、で、あったあった、久しぶりっていうか、なんか会話してたから初めてじゃなさそうなんて言いながら会ったりするでしょ。男の人でも女の人でも会った場合、そうすると最初からひいき目で見てるわけですよ。でも相手はちゃんと自分を表現してるから、なんか冷静に相手を見れば、どんな出会いでも騙されることはない。だからそれお金を騙されるとか、そういう騙されもそうだし、なんていうの、あのちゃんとなんか見極める自分の冷静な自分がいれば、騙される、こういう人だろうなと思ったら違ったとかさ、後で思うじゃない、そういうのがない。だって言ってるも表現してるもん。というところで、ちょっとタイマーをやっぱりやっとこう、喋ったらね、いくらでも喋っちゃうんですよ。ということでね、見極め力っていうのはだから経験からしかない。あ、もう一個例え分かりやすいやつがあった。例えばね、このバーゲン品みたいなのあるでしょ。それもパンとあった時に、あの、あ、これ安いと思ってすぐ買える人っていうのはデータがある人なわけですよ。これが安いって分かってる人でしょ。そうじゃなければ、うん、どうしようかな、ちょっと考えてから来るって言ったらないわけです、うん、チャンスの話もしたいんだけど、基本的にチャンスって動いてるものですから、ね、でもそこで見極められるっていうのは、あ、これ安い買おうっていう、あのものっていうのは経験がないとできないっていうことなので、まあ物でもそう、ことでもそう、人でもそう、そういう意味では、あのいかに経験値があるかないかっていうところで変わります。で、自分 の悪性のところをね、気づくのはすごい辛いんだけども、それをやらない限りは変わりません。特に男性の方、うん、男性の方、もう何年前か何年も経ってからね、あの会ったりすると、俺は全然変わんないよって言われるほど、女性、特に付き合ってた女性は、がっかりすることはないですから、うん、変わってほしくて別れるっていうのもあるんですよ。そういう意味では。はい。だから、変わらないっていうことを誇らしげに、あとは何、そのままの君でいいよっていうのも、あれは成長をストップさせるものです。あるフェイスブックのお姉様がね、成長ストッパーって言ってたんだけど、よく音楽でもそう、そのままでいいんだよ、うん、ダメだからダメなんですよ。あ、それが幸せだったらいいですよ、うん、あとは何、なるようになるさ、うん、なるようにならないです、はい、切り返していかないと、成長していかないと、というところなので、あのそういうのはこのコロナのチャンス、そして今2021年12月25日まだ5日6日もあります。ぜひ自分をなんていうの、受け入れるってことね、見つめるっていうこと、イコール良くても悪くても受け入れるってこと、うん、でまず、あの落ち込もうが何しようが、自分のことをまず愛してあげてください。そんな自分でもね、その何で生きてたか分かんないけど、その期間中一緒に体、肉体も心も自分一体となって付き合ってくれてるわけだから、ありがとう、自分にありがとうって言ってあげてください。というところで、また次の回お届けしたいと思います。頑張りましょう。